アジ先生、どうぞよろしくお願いします。はい、先生はね、第9期ご入塾ということで、入る前はどういったことに困っていたんですか？自分なりに努力をして、ホームページを立ち上げたりしてたんですけど、うん、そうだった、見ていただきたい人につながってなくて、お問い合わせにつながってなかったんですね。なるほど。まあ、そういったことでね、いろいろ改善されたんで、授業の内容とか、こう塾の雰囲気とかどうでした？本当にピアノの先生方の温かい雰囲気がとても心地よくて、毎月楽しみに先生よく感動してましたよね。ほわーとかだはーとかって、ね、言ってましたね。まあ、そういったことでね、素晴らしい成果が出たということで、お問い合わせは半年でどのぐらい？18件、はい。月謝は実際値上げしたんですか？これからですか？月謝はまだ値上げしてなくて、はい、でも新規の方はどのぐらいアップしたことになるんですか？月謝の幅があるんですか？みんな今一緒、2000円か、はい、じゃあ2000アップしてでもちゃんと18件もお問い合わせが来たということで、素晴らしいです。じゃあ月収的には先生何万アップしたんですか？8万アップしました。素晴らしいですよね。どうですか、8万アップした自分は。なんかすごいと思って本当に経塾で学ばせていただいて、こんなに上がるんだって、こんなにできるんだって感動してます。来る前ピアノ教室儲かると思ってました？いや、こんなにできると思ってなかったですよかったです、本当に。この塾はどういった方に、おすすめですか？ピアノの先生は儲からないので、労力だけがあって、お金にはならないって言ってパートに出たりとかされてる先生もいらっしゃるので、そういう先生方がピアノに特化して頑張られた方がいいと思います。ですよね。せっかくね、手に職でね、好きなお仕事でいらっしゃるもんね。じゃあこれからもね、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。